ホラント級商会館は、オランダ海軍の商会館。本級の建造は、従来の防衛白書に変えて発表された2005年の海軍計画において盛り込まれた。この計画においては、当時海軍が運用していたカレルドール満級、フリゲートの区跡のうち4隻を海外に売却し、代わって4隻の商会館を取得することとされており、これに基づいて、建造、 配備されたのが本級である。なお、計画のコストは5億2960万ユーロとされている。本級は、北海での護衛任務のほか、オランダが西インド諸島に有するアルバ島の構成国、海外領土などで、洋上警備、急難等の戦争以外の軍事作戦に投入される。このような運用を想定しているために公用性が求められたことから、 紹介鑑定としてはかなり大型化しており、実際、排水量の点では、かつて同国海軍が運用していた防空ミサイル、フリゲートである、ヤコブ・ファン・ヘームスケルク級フリゲートに匹敵する。本級は、ディーゼル、電気複合推進方式を採用しており、2機の推進機は、低速時には、アブ電動機、高速時には満12ボルト28、満 12V28、 33D ディーゼルエンジンによって駆動される。また微妙な操船が求められる場合に備えて、サイドスラスターも設置されている。紹介艦であることから、兵装は限定的で、いずれも方向兵器に限られており、ミサイルや魚雷は搭載されない。しかし一方で、アイナ4 0 0統合センサーシステムを搭載することから、センサー面は比較的強力なものとなっている。 これは、下記の各種センサー等を統合している。本級は、搭載艇として一隻の高速級難艇と二隻の複合型高速襲撃、溶撃艇を搭載している。二隻の複合艇のうち一隻は、原則のダビットにより、一隻は、艦尾のスリップウェイにより上げ下される。ありがとうございます。